て、おはようございます。おはようございます。これなんか健康器具みたいなのが置かれてあって、みちかちゃんです。みちかと申します。みちかと申します。今何泊目？4日目です。4日目。そう、あと2日、ね、あと2日、はい、研修です。社員なんですよ、みちかちゃん。プルイのね。そうだからね、結構ね、あのプルイの社員になってから、あれに皆さん社員研修みたいな感じで来るんです。 LA までわざわざね。みちかちゃん、よろしくお願いします。今日ね、完全にすっぴんで登場してもらえるっていうことで、はい、そう、なかなかね、あの、やるって言ったら3秒後にやりますって言ってくれたから。でもなんかつけてる？何もつけてないんだって。化粧水もしてない。化粧水もしてない。すごくない？それで登場できるみちかちゃんの根性ね。でね、ファミュつけます。いくよ。ファミュのね、化粧水をね、もうパーってつけちゃうね。みちかちゃん、かわいいって。ファミュ、みちかちゃん、はい、メイクでの悩みとかありますか？結構くすむんですよ、私。黄色っぽい肌、黄色みが強いので、毎朝ファンデとかが大変、塗らないですね。なんかね、そう、昨日もね、ちょっとだけこうやってみてたんですけど、みちかちゃんの肌。みちかちゃんね、白いところは白い。で、黄色いところ、うん、が結構あって、目の周りとかが黄色いから、そこが結構ね、あの悩みかなっていう感じでした。でトーンのこちら見えないんですこれ、あ、これだ。そう、トーンの乳液をつけます。今何分ぐらいやってるんだろう、大丈夫かな時間で。トーンの、そう、今ね、明日かと思いましたっていう人がすごいいっぱいいて、で、私たちは時差を、あの、見間違えてた、しまったって感じですよね、はい。まあでも、見れる方が見ていただければ、明日は多分やれないかな、どうだろう。そう、みちかちゃんね、お肌綺麗ですよ、つつる。私すっぴん全然平気ですって言ってくれたからね。そう、で伸ばして、みちかちゃんに必要なのは、待って、これね、トーンのね、このモイストリッチアイクリームもすごい良かった。これモイストリッチアイクリーム、そちら今何時頃ですか？5時過ぎですね。5時半ぐらいかな、多分5時半なんです。アイクリームなんだけど、ちょっと気になる部分に、そんなにね、なんかベトってするようなアイクリームじゃないから、で、みちかちゃんは昨日あれしました、眉毛をね、綺麗に整えたんです。そうなんです。眉毛の整え方、けど剃ったりいろいろね、私がして、今後はそれに沿ってやってもらえるといいなって思って、で眉カラーもしました。そうでね、ちょっとね、ここが出てたで、ここが生えてた、だからここを沿って、あとね、ここが結構中までいたから、こことここをなくして、少し平行っぽくなるようにしたら、多分ね、描きやすくなるはず。でみちかちゃんに黄色い肌に必要なのが、このムーの透明だ、なんだっけ、カラーチューナーの紫です。結構紫ね重要なんですよ、紫の肌にね、一気に変わるから。
昨日ね、その前に何したっけ、これだけ塗ったんだっけな、混ぜたか、混ぜてもいいかな、塗った後に混ぜました、塗った後に混ぜたか。そしたら今日はね、ちょっとね、先に紫だけで塗っていこうかな。紫の効果がどんなもんか皆さんに見てもらいたいから。そう、人によってね、全然悩みって違うから、私のメイクだけだともしかして自分には当てはまらないなってことも多いかなと思ったので、で結構ね、目の周りとかは口の周りとかもね、一気に白さが変わると思う。そうで、ほっぺたはね、ここはねすごい白いから、ちょっと目閉じる。ここでね、ベースを塗るとね、だいぶね、白さが、で、首のところまでちょっとこう、なじませる。で、ほんとね、さっきの私も使ったムーのファンデーションですね、を手に取り、SPF が50も入ってる。で、またそこにちょっとだけ紫足します。でもね、こんなも、美肌の人は、美肌の人はもう本当これぐらいで大丈夫で、必要なところにもしかしたらなったら、こことこことあと口周りにポイントで置いてって、あと小鼻の周りとかもちょっとだけで、目閉じようかな。でまぶたもね、余ったのでまぶたぐらいでいいかもしれない。でスポンジで軽くポン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 って、ファンデーションも本当必要なところに必要な分だけでいいです。乗せすぎるのはねちょっと危険、分厚くなっちゃうから。なんか素肌感欲しいから、みしかちゃんもそばかすはあるんだけど別にシミとかじゃないし気にしなくていいと思う。可愛いと思う、そのそばかすをあえて生かすことがね。で、ちょっと上向いてもらってもいい？そう、際もスポンジの余ったのでちょっとやるぐらいで、そう、こんな感じです。で、わかるかな？ね、あ、そうだ、ローライターもいいんだ。ローライターもね、よかったんだよね。全然変わりました。ローライターもすぐ忘れちゃう。ローライターを先にやればよかったって昨日も言ったんだけどそうで、ローライターね、みちかちゃんの場合こう全体的にもうちょっと中こう顔のパーツを広げて見せたい、ここをちょっとシャープに見せたいっていう感じです。なのでもう思いっきりね入れちゃっていいんです。こうやってじゃんじゃんって感じだよね。待って、こっち側だけ先に入れて見てみるね。でなじませる。陰影がついて、結構綺麗に馴染むから、アイオンキングあるかな。そう舞台メイクって感じだよね。そう、結構ね馴染むんです。横向いても別に気にならないぐらいに。そのペンシル買いましたっていう人がいる。でここに入れて、ハクもね、まだ寝てるからね、今のうちにいろいろね、やろうっていう魂胆ですね。
ですね、結構大事ね。こんな感じです。そう、違いますよね、なんかシャープになる。あとね、私ね、RMS のアンカバーアップってすごい好きで、そう、ミシカちゃんは色がね、白いからね、これかな、11番を使います。で、あ、びっくりした、大丈夫、あ、そうか、遠かったか、遠いか、 OK。 で、アンカバーアップでやっぱさっきのちょっと黄色かったところ最後にちょっとだけこう細かくしみたいな感じでここだけ入れます。で、ちょっと目閉じるかな。で、余ったのでまぶた、余ったのでまぶた、で、目開けてもらうかな。で、上向こうかな。私も一緒に撮った方がいいって感じ？あ、違う。ミシカちゃんの中今半分になっちゃったね。よいしょ。おっと、こんな感じだったらミシカちゃんが映るけど全部。どう？で、ベースが終わったら、ちょっとね、今日ね、ファンデーションとかいろいろしてるから、そう、こんな RMS の、粉フェイスパウダーを、ね、軽く上からのせていきます。撮影はね、ホールドしてるんです、カメラを。誰が撮影してるんですかね。そう、カメラをホールドしてるので、ただなんか微調節をちょっと旦那さんが今やってくれましたね。そうで、軽く押さえます。はい。で、眉毛、問題の眉毛、はい、いきますよ。ですね、これパウダー、そう、さっき言ったみたいにパウダーでまず、もう超楽になると思う、この眉毛を整えられてればね。で、答える時間はちょっともしかしてないかもしれないですね。でもまずはなぞる、なぞる。でも眉毛って超印象変わるよね。昨日びっくりしました、びっくりしたよね。そう、まあね、自分でやるのって難しいと思うけど、もしね、プロで上手い方がいたら切ったりしてた方がいいかなって思うんですが、ちょっと座っちゃおう。よいしょ。で、パーフェクターモアンダ、モアンダっていう色をみちかちゃんには使いますね。ナーズです。ナーズのちょっとだけこっち向こうか。で、ミシカちゃんの顔、眉毛ってちょっと短いから少し長さを足すだけで顔がキュッて見えるんですよね。そう、もうでもね、眉尻足すぐらいで十分かもっていう感じになったよね。そう、ちょっと長さを足す。そう、かわいい。で、こっち側も長さを足す。左右ね、違ったりするから、あの、鏡を見ながら同じになるように、ミシカちゃんもちょっと違うんです。そう、ちょっと足す長さを、はい、です。過去ボス見たら、あ、アムーのベース教えてくれてる。そう、過去のボス見たら、そう、いろいろね、全部出てきますので。で、なんだっけね、まつげを上げようか。まつげを、じゃあミシカちゃんに上げてもらおう。そう、しかもミシカちゃん昨日髪切って、もうなんか大改造計画したよね。30センチ以上は、ね、超長かったから、
で前髪もあったんだけど、それを伸ばす方向にして、そうそう、朝より夜の方がね視聴者増えてる、嬉しい、ありがとうございます。みきちゃん、髪色かわいいですって。ピンク、ピンクっぽいよね、はい、ね、誰にやってもらってるんだっけ。あとなほちゃんだっけ、はい、なほちゃん もともとね働いてた子がいて、プルイでなほちゃんにやってもらってます。何なほ、なんて予約できる、できると思う、できる、何なほちゃん、池田なほ、池田なほちゃん、そうそう、なほちゃん、池田なほちゃん。ね、今日はねちょっと初心者向けにちょっとアイライナーを、これね多分薬局とかで売ってるんですけど、ラブライナーって多分皆さん持ってるかも。これ何が初心者の方にいいかっていうと、あれがない、綿棒がないか、綿棒でねスッて消えるんですけど、そうそう、スッて消えるんですよ。だからね、まずね、あの旦那様います？旦那様、ごめん、あの綿棒持ってきていただけないですか。綿棒、綿棒、綿棒忘れた。でね、まずね目を開けた状態でまっすぐ自分の方を見て、ありがとうございます、すいません、そう、こうやってね印つけちゃうんです。びっくりですよね、結構ね。で開けた状態で印つけちゃうの、そう、こんなところにっていうところに印をつけちゃいます。でなんでかっていうと、みちかちゃんは今こっちが二重かこっちが一重なんですけど、ね結局目を閉じると二重の人ってアイラインとか引いても全然何なくなっちゃうから意味ないし、潰れて見えちゃうから、もう見せたいアイラインは、見せたいっていうかこう下がってるからちょっと平行に見せたいんです。ちょっとモードな感じにしますね。で目閉じてそこから引っ張って、こんな思いっきりやっていいのって思うんですけど、いいんです。で際のところまでちゃんと引っ張ってあげる。でみちかちゃんはそう、やっぱこうなんだろう、ぼやっとしちゃいがちになっちゃうから、で開けてみて、だからここにキュッて出るんですね。そう、そう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 。でこっち側も同じ。これはね私が、あ、来た。オッケー。見れます？見れてるかな。なんて来てるけど、いや気づいてる、気づいてるよ、そう、止まっちゃったの、止まっちゃったからね、待ってます。見えてますか？ OK、 綺麗に見えてる。大丈夫ですか？見えてる？ OK、 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 よし、OK です。そう、さっきの続きいきますね。あの切れてたの見てたの大丈夫ですよ。そう、アイラインです、まだ。え、今何、1時間経ったらでも切れちゃうからね、大丈夫かな。そう、画質が良くないか、まあね、海挟んでるからね。これぐらいね、思い切りね、言っていいんですよ。こんな感じ。わかります？かわいいね。こっち見て。OK。で、ちょっと待って。目閉じてみ、開けてみようか。開けた
時にそう出た時にこれでまたちょっと最後に調節する感じ。そうこんな感じです。わかるでしょうか、アイライン。そうで、時間が足りなくなる前にどんどん行かなきゃ。みちかちゃんの場合はアイラインだけでもいいかなと思ったんですが、マスカラしようかな。先にマスカラはね、これでいきます。メイベリーのスマップスカラ、02番ね、をちょっと下向いてもらって、で結構しっかり とさせないっていうのが一番かなと思うので、あとほらみちかちゃんの髪の色もなんか柔らかい系だから、あまり同系色でまとめてしまわない方がいいっていう話にね昨日なったんですよね。そう、もともとのメイクはちょっとやっぱ赤み系を多く使ってて少しくすんだ感じに見えてしまう感じだったので、かわいい。で、で上向こうかな。これもねいいよね。このなんだマスカラもね、これも上下につかない。でお湯ですって落とせるっていうやつで。こんな感じで、本当はねシャドウとかもあった方が良かったかもだけど、ちょっと待って、こっち見て、アイラインもうちょっと、RMS ビューティーのこのカラーパレットでちょっと目の下にこのこれを入れます。真ん中、昨日とは違うね、ちょっとね、ちょっと上向ける。でここの間のさっき埋まってない部分にちょっとつけてグッて印象を外側にやります。もう一緒。で、そうするとちょっと印象が広がる。あ、外側に広がる。で、そうだ、これやるの忘れてたね。あ、でも今からでも大丈夫。トーンの紫のハイライターですね。急ぎ足になっちゃう。で、お、これハイライターとして使えるので。ね、みちかちゃんの場合はね、ちょっとね、真ん中に印象を集め、ここに集めたいので、ここに持ってきますね。この三角形、三角形に入れます。で、チークもね、あんまりいらないんですけど、ほんのちょっとだけ、さっき私が使ったチークと同じチークをやりたいと思います。プロミスっていう RMS です。
ちょっとだけほんのりね、広がりすぎないようにほんのりつけますね。あえて色味とかは使ってないんですけど、ちょっとこういうかわいい、今日みしこちゃん着てるのタンの服ね、タンの洋服みたいな、こう少し個性があるのに合わせるんだったら私はこういうのがいいかなって思ってます。で、ね、リップはねセルフォークティグニファイドリップス23番です。おと、ね、ブラシでつけようかな。少し強めの印象にしたいときはブラシでつけた方がいいです。っていうのもやっぱ輪郭とかがちゃんと描けるから。でブラシじゃないとやっぱぼやっとした感じになるので、なんかどっちでもいいんだけど、あの自分のなりたい印象、どっちも正解なんですが、なりたい印象に今日はちょっとパキッとしたいなと思ったらブラシ、なんかふんわりつけたいなと思ったら、手でも大丈夫。これね、可愛いんですよね、結構ね。こんな感じの色です。見えるかな？あ、これいいかも。マーク・ジェイコブスなんだけど、サンセットっていう色で、ちょっとね、目のね、下側に若干陰影が欲しかったので、そう、でそんな感じかな。で少し明るさがあってもいいかなと思ったら、このね、あのセルフォークのね黄色いねペンシル、リップライナーのペンシルとかを使っても可愛い。そうするとなんかこうちょっとおしゃれな髪、あの印象になります。でしょうか皆様、可愛いね、色味もね、リップすごく似合ってます。ちょっとね髪型も今日ねやろうかなって思って、でみしかちゃんここね前髪ね短いんです、実は。なんだけどもう上げちゃう、上げちゃって、今日はねジェルを使います。これでもこっちのやつですよね、こっちのやつだからちょっとあれなんだけど、前髪はもうね固めちゃう、これで固めちゃう。で上に固めちゃう。でポイントはね、分け目とかも結構ポイントで、みしかちゃんの場合はここがペタってなるとこう全体の印象が横に広がっちゃうから、ちょっと斜めからやるといい。でなんか後からね古いちょっとつけても可愛いと思うし、もしなんか産毛と、産毛っていうかちょっと細かい毛とかは出しても可愛いかなと思う。感じです。近くで見えるかな？近く行って横こう向いて、そうこんな感じになってます。そう。OK？ 可愛いですよね。そう、一気に変わった。そうなんです。嬉しい。で、じゃあみしかちゃんつけてるもの紹介する？はい。ね。
ルクルしちゃうね、わかる、はい、クルクルしちゃうね。イヤーカフがまずパスのイヤーカフです、うんうん、でピアスがアイさんと色違いのラバピアスのシルバーです。でスネークチョーカーシルバーの S と、あとはこれも今アイさんとお揃いですね、ケシパールのスモール。そうでもね形は違うんだよね、はい、全部一個一個、ね、一個一個違うので特別感があります。はい、はい、リンゴは今一個だけなんですけど、デブリス M を作ってます、うん、はいです。そんな感じです。もう時間もやばいかな多分ね、今どれぐらいだろう。あ多分ね、でもリマインドが何時ですよって出てくるから、ちょっと最後ギリギリ答えようかな。あちょっと日が昇ってきたけど、わかるか、これ日じゃないです、これは日じゃないんですけど、これは電気の反射なんだけど超綺麗だよね、うん、最後ね、ちょっと最後いい、声も可愛いって、ケシュパール大好きです、声も可愛い、みちかさんがみちか人気だ、みちか大人気みたいになってる。みちかちゃんね、あれあれ、インスタとか貼り付けるから、そうみちかちゃんフォローしてください。そう社員のみちかちゃんです。若さがあって可愛い、そうなの、若さがあるのよね、若いんですよ。ちょっと待って、半分になっちゃったから、よし、じゃあこれぐらいで、はい、それでですね、まだ見たい、ちょっと待って、朝日が出てきました、そう、すごい綺麗なの、うん、最後にね、最後ラストミニッツでちょっと最後景色だけお見せしたいと思うぐらい、うん、これで私は授乳を頑張れたっていう、うん、あ、もうこれ以上見れなくなってるね、ちょっとコメントがすごい多すぎて、これ以上上の方が見えないくなってるけど、そのみちかちゃんの、ね、マッサージ以降ぐらいから見える。みちか、あいさんは髪毛量多い方ですか？うん、多いです。多い、すごい多いかも。手が大きくて羨ましい。嘘。私手と足も、足じゃない。なんだっけ。そう、手のひらとかなんか腕とか。やたら長かったり大きかったりするんです。足もね 25.5 やばくない？巨人でしょ、巨人なの。あ、ちょっと待って、こちら今6時ちょっと過ぎです。朝肌が黄色い色で困ってます。赤色塗るとぼってりしたり、そう、でもね本当にね、ここね多分ビフォーアフター見てほしい、本当に。あ、ちょっと白いね、白くなっちゃう。うん、ビフォーアフターを見比べてほしいです、後から残すので。それぐらい変わる、本当に。みちかさんはカラコンですかって。ディファイン、あ、ディファインです。ディファインか、でもナチュラルだよね。ほくろが可愛いです、これね、可愛いよね。そう、こういうのね、もう本当残してほしい、ちゃんとこうなんかいろいろ隠したりとか、シミとかね、あんまりねやりすぎない方がいいかなって思う。眉毛めっちゃ綺麗、そう、眉毛本当に変わる、眉毛変わる。みちかちゃんの昔の写真ないの？探せばあるかもしれない。探せばあるね、あとからもしかしてみちかちゃんが昔のあの前のめりの写真を出してくれるかもしれない、かもしれないです。そう、あればみちかちゃんといえばこう、はいはいってこうね前のめりになっちゃうっていう。そう、赤み出る人、紫やめた方がいいですか？赤み出る人はね、緑系の方がいいかも。緑もね結構自然だから、このムーのカラーチューナー超超使える。服お揃いですか？あ、そうなの、よく知ってる、お揃いなの。真似して買いました。そう私が、あ、そうとかってお揃いなんです。パープル使い出したら黄みくすみ気にならなくなりました。ありがとうございます、嬉しい、ありがとうございます。お肌明るくなったよね。目のカラーチューナー素早く伸ばさないとダマになる感じ、あ、そうです、それはある、ダマになる感じはする。だからつけたらすぐ伸ばす、そうを、透明感、眉毛整え方知りたい。それも YouTube がなんか撮っとけばよかったよね。あ、撮ってる、でも角度的に分かりにくいかな、もしかしたら、もしかしたら綺麗に撮れてる。昨日ね、みちかちゃんがずっとムービー撮ってたんですよね。そう、だからもしかしたら出せるものかもしれないって感じ。そう、1分42秒しかないなので、一回ね、お外見せる、汚いとかして
こんな、あ、ちょっと待ってね。待って。どうしたらいい？これか。